はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。今日は連続撮影してんね、やっぱり。いっぱい撮んなかな、いけないからね、年末年始用にね。どんどん撮っていきましょう。なんかプルプルしてる。で、ここにきっとセーブポイントの後ですから。うわ、また謎解きか。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。カチッとな、カチッとな、カチッとな、カチッとな。ちょっと待って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 。なんかどっかに説明なかったっけ。説明、ちょっと待って待って待って、なんかあったか、ちょっと探すか。昔マレッシャに来た時のことをいろいろ思い出してみたら、昔マレッシャに来た時は、あ、モグが、あら、あらら、ゴシャゴシャゴシャ、ふむ、あ、カイエン殿。カイエン何してんだ。ん、追われてる。行かないと、行かないか、行かなきゃ。カイエン、あ、ちょっと待って、これ、なんか気になるね、ステータス。あ、え。え、どうした。普通画面だった。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。ガシャン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 。これ乗ってるとさ、ケフカの言いなりで操られてたティナを思い出すよね。マドアーマー乗る機会なんてそうそうないからな。最初のね、なんだっけ、あのサブキャラ2人と、ストベッチのこと、そう、それそれと一緒にさ戦ったやつを思い出すわ。カタツムリか、懐かしいな。あれ、これなんかループしてね。そんなことないと思うよ。ん、これループしてね。俺さっきここ通ったぞ。気のせいだって。え、これ怖いんだけど。信じて突き進め。え、怖いんだけど。え、隠し通路があんのか、どっかに。え、怖いんだけど。え、ハイエンドの、なんか下にもあるしな。違うのか、あれは。まあ、カイエンが今見てるものは何かってことだよ。まあ、夢だろうな。うん。夢ってことは、エスナか。はい、睡眠を治療するってこと。いや、こうやってみんな、後ろに行かないと思ってんだろ。俺は行くぞ。気づいてしまった。後ろから回り込むことによって、なんと、マップが変わっていて、マップが変わっていて、ほら、お、あれあれあれ、あ、いけたいけた、やばい。そんな重たいもんで橋の上は通るから。うわー、マッシュの財布になった。お、あれ、ん、ん、なんだなんだ、どうしたんだどうしたんだ。あ、やっぱ家族だ。お願い、私の夫カイエンを助けて。ここは一体、ここはカイエンの心の中。夫は、カイエンは自分を責め続けていました。ドマを守れなかったこと、世界を救えなかったこと、そして私たちのことを。そこをアレックソウルっていうモンスターにつけ込まれたんだ。さっきの三兄弟じゃないのかな。あれじゃないんですよ。アレックソウルとは、千年前の戦いで心をなくした魂の集合体。そいつらが好き勝手に暴れてるんだ。パパを助けて。カイエンをお願いします。パパを守ってあげて。守りましょう、カイエンを。おー、いい BGM だわ。やっぱね、このみんなのテーマいいよね、どれも。そうだな。うん。そういえば、モルルつけっぱだから言っても大丈夫か。まあ、モルルつけっぱでいいんじゃない、もう。モルルでいいでしょ。夢の中だったら何にもアイテムとかないのかな。うん、さっきのところっぽいな。ので、進みましょう。多分。うん。おー、和玉座へ。ここでしょ。ほらね、
貴様がアレクソールか、カイエンを返してもらおう。もう遅いわ。己の無力さに絶望し、自分を責め続けているこやつの心では我らの力に逆らうことはできん。悲しみが、怒りが、憎しみこそが我の源さ、お前たちも我が一部となるのだ。はいはいはい、さあやりましょう。ソウルセイバー、アレクソール、お前の体に乗り移ってやる。でジャンプして逃げます。そしてお前が死を迎えた時に私はまたこの姿を現すだろう。ああ、これもめんどくせえやつだ。スロット、やべ、なんか消えた。あ、そういうこと、誰か死ななきゃいけねえの。お、誰だよ誰だよ。とりあえずこいつら倒すか。あ、でもこいつら倒したら死ねなくなっちゃうな。なんか揃ったけど。バーが揃った。ちょっとバー見たいんだけど。倒さなくていいぞロック。倒してしまう気がする。でもまあ復活するのか、この音は。オッケーオッケーオッケー、勝つだな。まあロック殺すか。じゃあ例えばロック殺して出てくんだろきっと。あ、一回、あれモルルか、だからか。そうか、そういうことだったのか。しまった、ミスった、ミス。そうか、今モルルつけてんのか、うん、ジャンプがただのジャンプだ。やってしまったな、このメンバー。まずい、まだまだヒント言ってあげたのに。そういうことか。ちょっとさ、ロック殺すか、俺が自分で。そうやって殺す、自分を殴る。あ、戦うができない。盗んでみる。左打ちだからな。セッターでとりあえず殴ろう。セッターでロックを殴って、うん、めんどくさ。とりあえずロック殺しいの。出てこい出てこい。オッケー、来た。おー、で、ここですかさ、ジャンプ。魔法魔法魔法。あ、使えない。うわうわ、何してんだよ。うわまずい、これはまずい。せっかく出てきたのに。200しか与えられない。せっかく出てきたのに。いやでもさ、こうわざと一人死んでる時に入らせることによって誰に入ってるかを特定することができる。パーフェクトセーブ。これもうちょっと葉っぱいらんわ。カッパ解除しよう。カッパ解除して、オッケーオッケーオッケー。あ、てかセッター魔法覚えてるか、魔法した方がよかったな。即死リフレクはあいつにかかってるだけだから、魔法で、フレアを、こいつに入れると。やろう。で、魔法で、あー、ファイラー、ブリザラの方が効きそうだな。ブリザラ。フィ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 。おーい、いいね、いいね、いいね。まあ、リフレク、あ、オッケー、お前だな。よかった、よかった。あ、結構長い時間出てんな。ロック起こせばよかったかな。あ、弱っ。結構長いな。しょうがない、二人雷神の盾つけといてよかった。確かに確かに、起こしてみるか。起こすか。うん、なんか結構長い間出てんね。もうすぐも戻ってくるのかと思っちゃった。戻ってくるっていうか体の中に入られるのかと思ったら意外とそんなことなくていい感じですね。で、これで殴ってもいいんじゃない。あ、そうだね。どうしようかな。スロットだ。やっぱスロット入れてきたいよね。85。やべ。やべやべやべ。あー、死んだな。ピンポイント。まあ、しょうがないでしょ。魔法を。フレアは主力だから、フレアで攻撃しつつ、ロックを起こしましょう。これは別に、ピンチに陥ることはないかな？あいつら自分自身しかリフレクしないんだな、ソウルセーファー。ね！ほんと助かったわ。
で、起こして、あ、もう全然入ってこない。なんだこれ。楽勝じゃねえか。回復してくれるし。このキャラに一体何の意味が。え、全然いけるよ。いけるお、いけるお。ヒュイン、87。じゃあ、1。もう意味ねえ。戦っちゃう。せめてまたラだったらめんどくさいけど。ね。で、魔法でケアルラと。ヒューリー。ああ。くそ。さあ、誰だ、今度は。とりあえずロック殺したの。うん、俺もそう思う。とりあえずロック不憫。何も持ってない。まあ下っ端だしな。危ない、驚いたかった。出てこない。ハズレ。あ、持ってない。で、魔法で起こしますと。ってことはモグかセッターか。どっちをやるんだ次は。セッターの方が HP 低いからセッター殺すか。セッター暴れ。ロック暴れ。どんだけ長期戦になってるんだ。オッケーオッケー。やった、倒した。出てきた。できた。オッケー。こっからよ、こっから。うわ、ブロックやべえ。あ、ない。魔法で回復できない。アイテムエーテル。お、一つほど来た。外したし。くっそー。パスじゃねえ。くっそ。せっかく出たのに。出ろ出ろ出ろ。で、セッターを起こしていきましょうか。うん、アイテム、よしよしよし。違う、後ろを殴ってくれ。アイテムで、いかねえな。あ、やったやったやった。で、復活してくるから MP も回復してくるのかな。戦う。で、いけるかな。必殺技が出てほしいな。かっこよくロックに決めてほしい。わーわーわー。よし、ロック殺せ。またこっから早送り回かな。オッケーオッケーオッケー。来た来た。よし、攻めろ。一気に攻めろ。いこのチャンスを逃すな。一気に、なんだ、何すればいい、何すればいいんだよ。わかんないわかんないわかんない。ブリザラからの魔法のフレア。よしよしよし、行ってくれ。そろそろ倒せる。500。あ、そうか、もうセッターはダメだな。セッターはロックを起こすことに専念しよう。で、あ、てかエーテルを投げよう、モグに。それでモグが倒してくれれば。オッケー、来た。やっと倒した。来た、危ねえ。全員 MP がめっちゃ尽きてた、敵含め。で、魔法経験値7、ロックはもらえず、守りの腕輪を手に入れた。で、これで、カイエンは囚われていた、心から解放されると。助かったでござる。あ、じゃあ起きてる。拙者の妻と息子が呼んでいたような気がしたでござる。その声に励まされ、なんとか頑張れたでござる。カイエンなんかしたっけ。きっと心の中の葛藤がなんかあったんだよ。確かに、きっとあったと信じよう。トゥル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 。え、あ、ミナ、シュン、ありがとう、あなた。やっぱりパパは強いや。うわぁ、カイエンほんとかわいそうだよね。いや、拙者は何もしてやれなかった、あの時も。そして今も。拙者は不甲斐ない男でござる。いいえ、十分すぎるほどでしたわ。いい家族だわ。切ねえ。俺も家族欲しい。
切ねえ。あなた、私たちはいつも一緒です。パパ、大好きだよ。待ってくれ。行ってしまった。でも最後に会えたからね、せめてもの救い。お、帰ってきた。お、あ、来た。いつもあなたのそばに。シルドラー。あ、魔石があるし。シルドラか。あ、これでカイエンの奥さんと息子の、あれ、ミナとシュンは拙者の心の中に生き続けているでござる。もう過去を振り返りはしない。だが己をの信ずる道を行くのみでござる。カイエンの心から迷いが消えた。カイエンは必殺剣を極めた。さあ、極めたぞ。カイエン今まで使えない子だったけど、ここに来てなんとカイエンさんは特殊必殺剣を見ると、どれが全部覚えた。一刀両断。あ、名前変えない、名前変えない。変えないのか。一刀両断覚えたのか。全部覚えたけど、どれが強いんだ。4回ほう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 。 MP 吸収とかもあるのか。なるほどね。いろいろできるようになった。あの剣とさ、魔石はどうなったの。剣は取ったんじゃないか。剣取ったのかな。アイ飛び見てみたら。テム。あるな。これか。位置的にそうじゃない。マサムネか。あれ、マサムネって持ってなかったっけ。最強。あ、あれ？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 じゃあちょっとさっきの場所行ってみたら。そうだね。王の場に刺さってたんだから、うん。とりあえずあの魔石も気になるし。テロン。アレクサンダーを手に入れた。あ、剣はあのままですか。やっぱ。もうさっきのままだったんだ。雨の村雲の方が強かったという。がっかりだわ。あ、アレクサンダーは微妙ですね。ホーリー覚えるな。ホーリー覚えるか。デスペルか。まあホーリーが強いってことかな。生属性のダメージは割と貴重なのかな。うん、はい、というわけで開演パートは終わりかな。うん、こんな感じですね。ほい、図書館来たよ。砂漠の下には、これ行った行った行った。ん？ん？なんか行ったぞ、なんか行ったぞ、なんか行ったぞ今。この砂漠の下に1000年前の都市が埋まっていたとは、古文書でその都市のことを調べてみました。何のことはさっぱりわかんないのですが、王女は立ち上がり5歩進むと。あ、これちょっとメモしとこう。俺が与えられるヒントはこれまでだ。え、長くね？長くね？長え。え？マジで言ってんのか。あ、また5歩。6、7、これ実践向きじゃない。これ実践向きじゃないだろ、完全に。よっぽど強えんだろうな。三鉄拳。そう。あ、よっぽど強かったわ。使えないしな。なるほどね。あ、こっちかな、こっちかな。押すスイッチは間違えないようにね。わからない、そんなの。大丈夫か、大丈夫か。
え、みんな、みんなドラゴンいるのに、逃げないんだ。危機感というものがない。あ、これ正解じゃない？ほら。あー、やった来た！やったー！で、え、待って待って、いきなり戦闘、ちょ、待って、装備構成が、直してないけど。ああ。アースドラゴン。ということは？ということは、やばいやばい、お、間に合わない。ちょ、待って。フェニックス。お、フェニックス。なあ、もうもうなんだよ、ほんとに。何もできず死んだな。マジか。はい、じゃあ今回ここまでにします。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回頑張ります。はい、というわけでね、今年も終わりましたね。はい。31日に上がってるはずっていう前提でね。もう全然31日じゃないけど、まあ、年末だね。もうね、ジュアの鐘聞こえるわ。というわけでね、投稿始めて、FF5 投稿始めたのが、ちょうど1月の終わりくらいだから、まあ、だいたい1年くらいかな。まあ、自分の中でもよく続いた方だと思いますし、まあ、皆さん今までどうも見てくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございました。ね、来年もまた続けて上げていく予定ですので、これからもよろしくお願いいたします。ちょっと簡単には上がってます。ちょっと年末年始頑張ります。じゃあ、はい、皆さんどうも来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。